こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、40代50代の方にお送りする、恋愛講座でございます。一体ね、女の子は40代50代の男性の、どんなところに惹かれるのか、どんな男性を求めているのか、これをですね、もうズバッとね、忖度なく今日はお話ししてみようかと思います。まずね、5段階に分けて女性が男性を評価するところ、これをね、はっきりと申し上げます。これね、受け入れがたいと思いますけども、受け入れてもらいたいと思います。まず一番上、女性が一番気にするのは顔なんですよ。顔、外見です。で、基本的に生理的にダメって言われる範囲の、そういうふうな顔ってあるんですよね、女性は。こうなったらもうどうしようもありません。ですんで、早めに撤退しなければなりません。で、あとね、男性が言うのは、じゃあもうイケメンが、全部勝利なんだな。もう本当その通りなんですよ。それはね、逆の立場で言っても同じで、男性も女性を顔で選んでるでしょ。だから見た目が本当に大事なんですよ。これはね、言いにくいんですけども、その通りです。でも、がっかりしないでください。顔がダメでも別の要素で顔を補うぐらいの力を出すことはできます。それをこれからお話していきますね。そして女性の考え方なんですけども、女性は男性よりも美しさとか若さにものすごく投資してるんですよ。ものすごくお金も使うし、手間暇もかけてるんですよね。で、起きて顔洗って出かけるってことは女性はしません。やっぱりね、少なからずメイクもしますし、少しね、髪の毛が乱れていたら本当にね、何回も何回も直すぐらい細やかなんですよ。で、普段から女性は美に対してものすごく意識が高いので、男性が美しくないこととか、男性が身だしなみにおろそかにしてることをすぐ見抜きますからね。そういう方は本当に生理的に受け付けないとか、だらしなくてダメってことになってしまいますので、持って生まれたもので不利、有利ってのはあるんですよ。でも最大限自分の持てるもの、外見をですね、しっかりと磨いておいて、ヘアスタイルを整えておくとか、短めに髪を切っておくとかね、白髪が出ないようにするとか、様々ね、本当に40代50代の男性っていうのは鼻毛が出てもあんまり気にしなかったりね、不精ひげもほっといたりとかしてるんですけども、これ全部アウトですからね。男性、男同士で大丈夫だろうみたいなのは全然ダメなんで、これはね、持って生まれた顔もそうですけども、自分の顔に責任を持ってどのぐらいメンテナンスしておくかってことが非常に大事になってきます。で、あとね、ヘアスタイルなんですけども、いつもの床屋に行くのはやめましょう。やっぱりね、同じところに行けば楽ですよ。でも、同じところに行ったらいつも変化がなくて、本当楽なんですけども、何の変わり映えもしないんですよ。やっぱり服のようにヘアスタイルも着替えるってことをした方がいいと思いますんで、別にね、髪の毛の色を金髪にしろとか茶髪にしろってわけではないです。やっぱり白髪染めもきっちり40代、50代だったらね、やっていただいて、ちょっと伸びたなと思ったら、乱れてきたなと思ったら、こまめにね、それこそ1ヶ月に1回とか、場合によってはね、セットだけでも行くとかね、そのぐらいの細やかさを持って、あとはきちんと一発ね、1万円ぐらいするかもしれませんけども、美に投資するという意味で化粧品を買った方がいいと思います。で、肌のスキンケアも忘れずにってことですよね。本当にね、美に投資しようと思ったらいくらでもやることがあるんですよ。私もね、美容整形に行って本当感じました。いくらでもできることがあるし、いくらでも変われるんだなってことですよね。はい。で、女性は男性を顔で選ぶところが結構大きいですから、侮らないようにしてください。もう自分のね、内側を見てくれるはずだって思うのはもうやめましょう。そのね、自分の内面とか内側とか性格で評価してくれっていうのは、相当内面がいい人に限ってですよ。ね。だから、外見で勝負にならないと思っても、最大限自分の外見を整えていきましょう。それからです、次にすることは。はい。ではね、女性が一番目に顔を重きに置く、外見を重きに置くってことは、これでお話したと思いますけども、次なんですけども、じゃあ男性が次にね、モテるために気にしなくてはいけないのは何かっていうと、やっぱりね、経済力です。お金なんですよ。ね。さっきも美容整形の話ちょっとしましたけども、お金がないと、美に投資もできないですし、格好つけることもできないですよね。非常にこれ大事なんですよ。お金っていうのは。そして、裕福に見える、豊かに見える、余裕を持って見えるっていう風な演出も、やっぱりお金がかかるんですよ。やっぱね、恋愛したり結婚したりとかして、女性がね、なんか貧乏でどん底に落ちるみたいな想像させちゃダメなんですよ。ちょっと楽になるかもとかね、大贅沢はできないけども、なんかちょっと楽できるかなとかね、楽しく暮らしそうかなとか、この人はお金に対してルーズじゃないなって思わせないといけないんで、やっぱりね、気前よくバン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 お金使ってるところばっかりを見せちゃいけないですよね。やっぱり締めるところは締めて、ちゃんと払うところは払うみたいな感じで、お金の勉強もできるといいかなと思いますよね。だからお金のことすごく大事ですよ。かけるところにちゃんとお金をかけているとかね。で、絞るところはちゃんと絞っておくってことです。40代、50代の
男性と女性が恋愛するってことは、もうすでにね、女性の方としても、もしかしたら結婚するかもしれないってことを意識しますから、その時にね、男性の収入源は女性と男性の家計なんですよ。その家計、将来の家計をおろそかにするような男性とは、やっぱり付き合っていけないわってことになりますから、何でもかんでも気前よくお金払っておけばいいと思うんではなくてね、やっぱり将来のために、きちんと、切り詰めるところは切り詰めてんだなっていうふうに思わせるところも大事ですし、でもその中で自分に対してはきっちり使ってくれてるなって、このね、使い分けがすごく大事になってきます。お金ですよね。だから、どうしてもね、外見に自信がないんだったら、お金をたくさん稼いで、外見の、ちょっとね、悪さって言ったらあれですけども、外見に自信がないところをお金の自信でカバーするってことで、釣り合いを取っていくっていう方法はあります。で、外見も自信がない、金銭的にも自信がないと圧倒的に不利です。もうこれだけで女性はなかなかね、なびいてくれないと思いますんで、ここはもう40代、50代としては覚悟しておいた方がいいと思います。やっぱりね、お金に困る40代、50代って、女性は恋愛したくないと思いますよ。そう思いませんか？自分の貧乏に付き合ってくれって、これどんだけ傲慢なんだって思います。これがね、20代とかだったらまだいいんですよ。20代みんなお金ないのしょうがないんで、一緒に頑張っていこうよっていう形になるんですよ。でも40代、50代になってね、やっぱこう、金銭的に行き詰まってると、なかなか恋愛でもなんかすると寒い思いしなくちゃいけないのかしらっていうふうに女の子は考えちゃいますし、女性としてもどんな人と付き合ってるのかってことを自慢したいわけですよ。でも自慢できるところがなかったらやめとこうかなと、次を待とうかなっていうふうになっちゃいます。特に若い女性は次のチャンスをもう本当にね、見に行くと思いますんで、見送られちゃいますからね、用心してください。本当にそこですよね。だから一刻も早く収入に自信がない方は、副業でも何でもかましてね、月にプラス5万とか10万とか作っていきましょう。今はそれができる時代ですから。少なくとも、それに取り掛からないとダメですよ。だから、現実、今月にプラス5万、プラス10万ならなくても、そこに向かって取り組んでいかないと。それもお金に対して、紳士であるってことを、女性にアピールするポイントじゃないかなと思います。お金を稼ぎに行ってるなとか、お金に対してものすごくしっかりしてるなってところを見せるところ、これ大事ですよね。節約プラス、プラスアルファの収入を追い求めていること。この二つに、期待してくれるところあるんじゃないですか。でも何もやってない人に期待できませんからね。ただ、給料が上がるのを待ってる人に、思いを寄せてくれるほど女性は甘くないんじゃないかなと思います。給料が上がっていくのもね、1年に数千円とかでしょ。数万とかね。なかなかそれじゃあ女性と男性とかね、将来設計できたりとか、恋愛関係を深めたりとか、難しいと思うんですよ。で、3つ目なんですけども、これね、どうかな。3つ目はね、目立つってことですね。目立っていかないと。人前に立って、話していったりとか、世話を焼いたりとか、それも自分がやってる気持ち、やってるつもりの範囲ではダメです。誰から見ても、あの人いつも、どこどこに出てくるよねとか、あの人いつも、なんか、頑張ってるよねとかね。噂されるぐらい自分が人前に立っていないといけないですよね。それから喋りがやっぱり上手じゃないといけないと思います。やっぱり40代、50代になって、喋りがいけてないっていうのは、今まで何をやってきたんだってことになっちゃいますから、やっぱりね、上手に口説いていくこともそうですし、気遣いをしてあげることもそうですし、ねぎらいをすることもそうですし、時にはね、愛情ある厳しさ、こういったものも出してあげないといけない。ユーモアも大事です。もういわゆるトークではね、360度隙がないところを見せていかないと、なかなか女性としてはね、あ、この人違うなって思ってくれないと思うんですよ。だから人前に立って、今からでもいいんで、いろんなコミュニケーションのトレーニングをしていくこと。とにかく目立っていくこと。私にやらせてくださいっていうふうにね、リーダーシップを取っていくこと。これ非常に大事になってきます。やってるつもりレベルじゃダメですからね。だから、自分がやってるつもりの10倍ぐらいやってやっと人に伝わっていくんですよ。そんな感じですかね。人前に立つってことかなと思います。そしてね、あと2つぐらいね、ちょっとお話していこうかな。次は健康であることですよね。で、健康に見えることですよね。だからね、すぐ疲れたりとか、なんか腕が細かったりとかね、たくましさがないとダメですね。40代、50代になって、たくましさがないのはダメだ。だから、今からでもいいから、筋トレをして、重いものが持てたりとかね、お姫様抱っこがいつでもひょいっとできたりとかね、腕立て伏せとか、懸垂とかがひょひょひょっとできたりとかね、そういうふうな力持ちであることとか、この腕のね、血管がバリッと見えてることとかね、筋トレとかやったらいいんじゃないですか。で、なんかたくましい胸板とかね、それから顔つきとか、こういったものも大事になってきますんで、別に眉間にしわ寄せる必要はないんですよ。笑顔なんだけども、たくましいことですね。40代、50代の貫禄と言いますか。ただ、デブはダメですね。デブとガリ痩せは、これは不健康に見えますから、これはダメですね。
だから健康的に見えることが大事なんで、やっぱ健康的に見せるとしたら筋肉と、あと髪のツヤですよね。だから髪にもちゃんと水分を与えていって、ボロボロになってないことです。で、白髪が目立つようなのはダメですね。もうピシッと真っ黒に染めて、白髪がちょっとできたらすぐ染めに行くみたいなことでやっていきましょう。鏡を見る時間をもうちょっと長くした方がいいと思います。それこそね、断るごとにきっちりと髪もセットしておくとかね、この辺にムダ毛が出ないようにしておくとか、すごく大事になってきます。で、あとね、最後1点ぐらいお話しておきましょうか。あとはそうだな、清潔感ですかね、やっぱりね。これは外せないですね。今話してきたような気がしますけども、健康的であるってことと清潔感ってのはもう表裏一体ですよね。で、健康でいるってことは体も健康、心も健康、頭の中も健康ってことです。健康ってことは人を攻撃するような言葉を使わないってことでもありますし、人を攻撃するような精神力も持たないってことですよ。とにかく人をいたわって励まして癒してあげること、これの連続です。で、たまにあるとしたらね、厳しく愛情を向けること、これは非常の情って言うんですけども、何でもいいよいいよだけではダメなんですよ。いや、ここはさすがにね、厳しく言わせてもらうけど、みたいな感じで、愛情ある厳しさもたまには見せていかないといけない。これが頭の健康になってくるかなと思いますよね。で、清潔感なんですけども、清潔であることと清潔感があるってまた違うんですよ。だからね、この健康的であることがイコール清潔感になると思いますし、人に清潔感を感じるときはどういうことかっていうと、爪がちゃんと切れていて、黒くないこと、黒いのが詰まっていたらダメですからね。で、手がね、汚れてないことですよ。女性はね、男性の手をよく見てます。指先とか、ここにセクシーさを感じるんですよ。あの手に触れられてみたいとかね、あの手に触れられてもいいだろうかって本当にこれ思うわけですからね。ですから、手に関しましては顔と同じぐらいケアをした方がいいと思います。特に手と顔っていうのは四六時中出てるわけですよ。腕の方とかは袖口があって隠れてる時があると思いますけども、やっぱりね、見せているところはパーフェクトにする必要があるんじゃないかなと思いますよね。手とか指先に清潔感と健康体っていうのをね、宿らせる必要があると思います。じゃあちょっとね、乱発してこれからちょっとお話していきますけども、やっぱりね、イケメンが一番モテますから、それはもう諦めましょう。顔がいいことが大事です。あとね、顔つきがいいことも大事ですよね。で、モテの基本は健康であることです。やっぱり健康で、タフであることっていうのが、そのまんまモテる要素になってきますから、病的であったりとかね、元気がなかったりとかね、覇気がなかったりとか、こういうのにね、やっぱり女性がついていこうとはなかなか思わないですよね。だから筋肉をつけて健康をアピールした方がいいと思いますし、俺結構ちょっとあるんだよみたいな感じでね、だからたまには見せていった方がいいと思いますしね。重いものは率先してこう持ってあげるとかね。で、生活感も同時に身につけないといけないんで、毎日上から下まできちんと着替えること。そして靴です。靴も同じのを2足買っておいて、それをね、日替わりとか週替わりとかで常に綺麗な方を使ってですね、そうじゃない方は必ず洗うようにしてください。同じの2足ですよ。で、人前に出る回数をもっともっと増やしておいた方がいいです。これはね、やっぱりね、自分のことを気に入ってくれる人って100人に1人ぐらいいるんですよ。だから100人200人の人の前にどん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 出ていくことがすごく大事ですよね。だからね、何の特徴もない人でも YouTuber とかやってるとモテるようになるんですよ。それから自分が見られてるってことを意識しますから、やっぱりいろんなメンテナンスケアを自分に対してするようになるんじゃないかなと思います。次はですね、女性の気持ちをやっぱ察して行動しないといけないです。女性はいつも言わないんだけども、こう言ってほしいな、こうやってほしいなって思ってるんですよ。例えば香水を変えた時とか、自分の匂いに気づいてくれるだろうかとかね、ヘアスタイルを変えた時には自分の気づいてくれるだろうか、昨日美容院に行ったの誰か気づいてくれるだろうか、これ思ってるんですよ。だから、あれ、ちょっと今日髪の感じ違うねっていうだけでも、あ、この人は自分のことをちゃんと見てくれる人だと思うわけなんですよ。女性の考え方としては、付き合う付き合わないは別にしてですね、この世の中に自分のことを愛してくれる人が最低一人は必要なんですよ。女性はそう思った方がいいです、男性はね。だからどんどんね、興味を持ってあげて、関心を持ってあげて、セクハラにならない程度にやっぱり気づいてあげる、察してあげるってことが大事だと思います。ね、ちょっと昨日夜勤で疲れてんじゃないみたいな感じでね、声をかけてあげるとかね、暑いね、冷たいもんどうみたいな感じで差し出してあげるとかね、いやらしくない程度にさりげなくやること、これも行動に出すことがすごく大事になってきますよね。そのうちに他の女性が自分にはしてくれないのかしらっていう風な気持ちになってきてね、今度は女性の方からアプローチがあるかもしれません。で、女性との会話の時ですけども、やっぱりね、相手のことを中心に会話をした方がいいです。いつもね、男性ってね、自分のね、自慢話とかね、俺ってすごいだろうってね、すぐ話しちゃうんですよ。もう私がその筆頭なんですけどね、それじゃモテませんので、やっぱり相手の女性のことを中心に話してあげた方がいいと思います。特にこの時に抽象的であってはいけませんからね、具体的にですよ、より具体的に話す必要がありますんで、例えば4つの S をちょっとね、意識してもらいたいんですよ。1つ目は女性の仕事における意識とかね、
大変さとかね、夜勤なのとか日勤なのとかね、休みはいつみたいな感じの仕事についてのこと、なんでこの仕事を選んだのとか、なんかきっかけあったのみたいな感じでもいいと思いますね。そしたらこの呼びかけにおいて女性はどん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 話してくれますから、3割話して7割聞くみたいな感じが完成するんですよ。だから口下手でも大丈夫です。どんな言葉を投げるかによって、自分が話してないのに女性がね、どん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 話して、女性が気持ちよくなりますから。大抵の口下手な男性っていうのは、自分がね、自分の自慢話をして女性をうんざりさせるんですよで、自分は会話が成り立ったと思うけども、女性はね、もうあの人と話したくないわになっちゃうんですよね。だからそれを逆にすることですよね。男性は7割話しやすくするために3割話すくらいの、このぐらいのバランスでいいです。1対2ぐらいのね、ポジションですよね。で、次はね、趣味についてですよね。やっぱりこう趣味について聞いて、その何ですかね、関心を持ってあげることですかね。その趣味について、自分が知ってればいいんですけども、知らない趣味の方が多いと思いますから。それもね、趣味もいきなり聞かれたら嫌がることがありますから、はい、例えば趣味について話しかけるときってのは、いやー、昨日ネットフリックス見ちゃってさ、最近さ、なんか毎晩見てるんだよね、ネットフリックスとか見る？みたいな感じで聞くんですよ。そしたら、いや見ないなーって言ったら、あ、そっか、まあネットフリもね、なんか面白いんだけどね、時間ないもんねって感じでその話を終わらせていくとかね。それから別の趣味について投げていくとかっていうのをちょくちょくやるんですよ。それで何かで、あ、それ自分も私好きなのって感じで話していきますから、そしたら、え、それどういうやつなのって、え、そうなんだ、で、どういうことなのとかね、もっと詳しく教えてよみたいな感じで詰めていくって感じですかね。あとは性格のことですよね。なんか、俺ってさ、気が短い方なんだよね、何々ちゃんはどうみたいな感じでね、性格のことを聞いていくとか、なんて言われるとかね、なんかおっとりって言われるの、天然って言われるのみたいな感じで話し始めますから、そしたらね、なんか見た目によらず、こうきついって言われることがあるのとか言ったらね、あ、そうなんだ、意外だねとかね、話をしてあげることですかね。それからまあ出身地のことですよね。これはね、出身地については、何々さんってずっと何々県に住んでるのとか、この地域で生まれたのみたいな感じで聞いてあげると話してくれますよね。で、そっからなんですよ。もし可能でしたら、どこどこ学校出身だとかね、どこどこで、何か勉強したとかね、どんな部活に入ってたみたいな感じで話広がっていきますから、仕事、趣味、性格、出身地、4つの S で、まあ、話し回していくといいんじゃないかなと思いますよね。あと、目を見てゆっくり話すことが大事ですよね。女性は自分の目を見てもらわないと、自分に対して関心がないと思うばかりか、自分が嫌われてるんかと思ってね、好感は必ず持てなくなるんですよ。で、目を見るのが苦手な方は、鼻とか口元のこの辺を見てるといいですね。この顎とかね。そういうふうに目線を向けているっていうのはすごく大事になってきますので、しっかりと、顔のね、目とか、ちょっと落とした鼻のあたりとかを見てあげてください。で、言葉遣いは絶対に整えた方がいいです。マジでウケるわそれとか言ったら、これバカに見られますから、聞いてね、女性はそういうの嫌いですから。単なる友達としてはいいんですけども、それ以上の関係にはならないですから。言葉に知性の全てが入ってますから、言葉遣いを間違えないようにやっぱり丁寧に話した方がいいですよね。フランクになってから多少壊れるのはいいんですけども、それでもね、知性的な言葉をいっぱい使うようにした方がいいです。ということは、知性的な言葉をたくさん知っておきましょうってことなんですよね。やっぱ言葉って自分を表現するものですから、非常に大事になってきます。自分の内側の大切な自分の内面を知らせるのに、言葉を使うしかないですから。だから、いい言葉。